成田亮、振り積もれ孤独な死を一気に逆転へ。考察の盛り上がりで指示がじわじわ拡大。鍵を握る原作改編したオリジナル展開。成田亮、30主演の連続ドラマ、振り積もれ孤独な死を、日本テレビ系。日曜夜10時30分の第4話が、7月28日に放送される。 21日放送の第3話の平均世帯視聴率が3.6%。ビデオリサーチ調べ、関東地区と低い数字ながらも、練られた脚本と演出が評価され始め、配信サービスティーバーを中心に視聴者の支持が広がっている。同ドラマは、原作伊隆一氏、漫画伊藤ト太シ大使による、マガジンポケット講談社で連載中の同名コミックの実写化で、 過去と現在が交差するクライムエンターテインメント。2024年、一人の少女が失踪する事件が起きる。そして、7年前の17年、ある屋敷で13人の子供の監禁死体遺棄事件が発覚。被疑者は屋敷の主貝川13、小日向文夫70で、刑事再起人成田が捜査に乗り出す。そこに、 ハイカワを父としたう謎の女性ハスミカノン、吉川愛二愛24が現れ、佐伯と共に事件の真相を追うことに。第3話では、殺害を自供していたハイカワが、留置場で首を吊って死んでいた。佐伯は、ハイカワのべての行動は、真犯人をかばうための可能性が高いと考えていた。一方、ハイカワ邸では、カノンと佐恵の弟滝本宗介、 萩原陸らりく、25、ら6人の生き残った子供たちが集まっていて、所在不明の神代権流、木大和と、木大和と20以外の全員が、廃川の犯行を否定した。後日、先輩刑事、ゴミアスカ、黒木名佐36が、佐伯に連続障害事件で聞きたいことがあるというと、佐伯が実家を出てから宗介が父親から暴力を受けていたが、 それまでは先が暴力を受けていたのではないかと問うそして、障害現場の映像を再起に見せると、犯人が祈るように両手を握る姿が。それは、佐伯の癖でもあり、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、どんでん返し要素があり、予想外の展開が面白かった。一体どうなるかわからないドキドキ感がたまらない。 佐伯が暴力事件の犯人だったか。弟が暴力を受けていた時点で、そりゃ兄も受けてただろうと容易に予想できたはずなのに。悔しい、など、考察を超えていく意外な展開に驚きの声が寄せられていた。第3話にして、佐伯が連続傷害事件の犯人だったという山場を作って、視聴者の指示を広げました。祈るような手のポーズがヒントでしたが、 実は初回から再起のそのシーンを見せていて、巧妙に貼った伏線をしっかり回収していました。演出も丁寧で、早くも考察が盛り上がっており、配信を中心にさらに支持が広がりそうです。はい、ドラマライター山川。原作が未完結びであるため、オリジナルなラストが用意されていそうな本作。日本テレビ系の原作の改編については、 23年10月期放送のセクシー田中さんをはじめ、同枠で前期放送の悪魔ゲームにも否定的な声が多かった。一方、今回は原作の遺留氏が思う存分にオリジナルの展開にしてくださいと、こちらの方からもお願いいたしました。と、スタッフを信頼するコメントをしている。ハイカワの年齢と死因、ゴミの性別など、キャラや描写が変わっていますが、 X 上で、原作と違っててびっくりしたけど、ドラマ版の展開もめっちゃ好きなど、原作ファンの間ではおおむね好評です。今後は、オリジナルキャラの記者守り必山下美月二24が、現在の再起とどう絡むのかなど、原作にはない部分の盛り上がりが鍵を握りそうです。全同。